これしかないか。暇すぎ。この土曜日のオフの部分を解放エクササイズ、17セット。ここで補おうか。ちょっと、これしかないな。ちょっと待ってください。はいはい、どうした。これでいくしかないから、時間ミスタイムはしょうがないからな。これで補っていきましょう。じゃあもうほんま限界ですって。ええかげんにしてください。解放エクササイズとかもう意味わからんけど、もう無理ですって。もうやりすぎでしょ。どうしてお前。いやもういや、どうしたんちゃいますから。もうええですって。もうこんな思いつきですやん。今回もほうみんなこんなんやっても意味ない思ってますよ。野球ノートだっていつからやってないんすか。横断幕もここに貼って一礼せなあかんとかやってない。ずっとやってないやん。なんなん。結局なくなるんでしょ解放エクササイズも。もう無理ですって。やめましょうや。僕らも人間ですよ。もうついていけないですって。さすがに正直ショックやわ。そんな気持ちで解放せずやってるなんて。よう分かった。よう分かったよ。いかにお前がこのチームで浮いてるかがよう分かった言うとんね。ほなお前はっきりさせようか。そうなったら、ほなええよ。お前全員に聞くわ。正直に言うたれ。思ってることを正直に言え。解放エクササイズ意味ないと思っちょるやつ手挙げろ。なる。おろせ。分かった。ほな分かった。じゃあ分かった。そうやな。思いつきでないやっていうのは、まあ思いつきじゃないよ。別に先生は同時にいろいろやるのはしんどいやろ思ってて、お前らに配慮してたけども、そういうのやったら分かったわ。野球ノートも復活させよ。横断幕もしっかり貼って一例、これも全部やります。気持ちも増やします。ここもやります。オッケー。全部しっかりやって。プラスでやって。ちょっとお前らを甘くしたのかな思ってた先生が間違えたわ。根性出してやれ。解放エクササイズ意味ないかもな。学園長なる。おはようございます学園長。解放エクササイズですね。もうバッチリですよ。やっぱやった甲斐があったなっていう感じでして、特にね、やり込んでる太田っていう部員がいるんですけど、この前満塁ホームラン打ってましたから。すごいですよ。だって4点ありますから。いや、学園長、それは数え方の、あれでした。なる。とりあえず、コネクトエクササイズとかいうやつ、それ続けて効果がないって言うなら、首だからね。首？なんていうやろな、まあ、いろいろやってきたけども、ちょっと、解放エクササイズやけども、まああんまり効果は見込めんかったかな。意味なかったかもなーとは思う。なるなる。いやいや、それは16セットまでの話じゃないんですか。太田よう聞け。17セットやらないと効果が出ないエクササイズっておかしいよ。なるなる。そもそもそのな、1セット30分ってのもちょっと長いし。せやな、ちょっとはい、解放させるのは意味がなかった。話も聞かせてもらったよ。学園長、意味がないらしいね。そんな君に提案がある。提案。君テニスは上手いみたいだね。まあ昔少し。そんな君に公式テニス部の顧問を任命する。
公式テニス部ってそんないきなり甘噛みしない。やっとわかったんだ。君は野球部には向いてない。なる。いやいや、そんなね、いきなり言われましても、その生徒の気持ちも考えてください。いきなり顧問が変わって受け入れられるわけないじゃないです。なる。いやー、今日のオフは最高だねー。ふぅー、終点なる。うぅ、うぅ、来ちょったんか。お前先生も来ちょったん。うん、あ、これしかったらわからんけ。うぅ、うぅ、来ちょったんや。なる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 。天気もやしな、よかったな。はい、奇遇なる。楽しそう。ゆきちゃん、てかこれ絶対たくさん。すごい。ほいほいほい、おい、すごい。よいしょ。にしても、じゃあお前、下手くそすぎ。一人で雪だるまでも作っとけよ。なる。行こう行こう行こう。来い来い。行くぜー。はい、ほんなら、またこここうで乗ろうか。お前乗って。OK、OK。はい、じゃあお願いします。はい、ありがとうございます。リストバンドってお持ちですか？リストバンド？はい。これ、チケットでしょ。リストバンドいる？いや、これ、一回きりの件なんで、乗れないんですよ。え？人なんているらしいぞ。あ、こちらのお兄さん方は、まあ、やはりますね。ごめん、それ。あ、じゃあこれ、あ、すみません。これ交換式だよ、これ、リストバンド。あ、これもう一回きりなんで、もうこれ以上は乗れないんですよ。一回っていうのはリフトに一回。今日一日で一。今日一日で。1日中で1回しか乗れないってこと？そうですね、もうこれ以上乗れないです。交換式でやろ。いや、交換じゃなくてもう1回だけです。はい、じゃあ、はい、ちょっと、お兄さんたち、ちょっと結構並んではるんで。あ、すいません。お兄さん方、ちょっと先行ってもらっていいですか？申し訳ない。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。あ、待ってください。あ、ダメですよ。ダメダメ、一回だけです。あ、じゃあお兄さんつけてはるんで、じゃあ、入場していただいて大丈夫です。あ、一回です。ダメです、一回です。ダメです。こっちオッケー、こっちダメ。行こう。一回、一回どうやるか。行こう。ダメ。一回。最高の冬旅行。どうする今日？うん、もうリフト使い切ったからな、昨日で。何する？なる。まあ、あったら雪合戦しようか。せっかくやしな。なる。たくさんあるし。ほんなら9時に開始。山頂ロッジ集合。で、9時雪合戦開始ね。うん。OK。9時ぴったりでも、スタートと戦いが。OK。いいかがいいか。うん。
もうすぐ9時やのにあいつら遅いの何しとんねん。雪合戦思いっきり思いっきり遊びたいな。学園長いやーごめんねー、福利厚生として先生方にあげたスノボーチケットだけど間違えてリュウと一回分だったみたいで。ああ、お疲れ様です学園長。いや本当にびっくりしましたよあれ本当に。ビンゴ、ええ、ビンゴ、はいはい、僕はチケット間違えることなく南の島でバカンスしてまーす。なる、それに他の先生はいち早くチケットミスに気づいたからお詫びでみんな南の島に連れてきたよ。なる。君のことは忘れていた。なる、まあさすがにかわいそうだから今日のチケット代は後で出してあげるからフリーチケットを買いなさい。え、本当ですか学長。え、いいんですか、ありがとうございます。それでしたら学園長、たまたまなんですけどもね、野球部の奴らが3人遊びに来ていたんですよ。あの、もしよかったらなんですが、あいつらの分も部費で出してもらえませんか。構わないよ。ありがとうございます、失礼します。おめえ、ちょうどよかった、聞け、ちょうどよかった、ちょっと待て、いけいけ、待て、一回聞け、一回聞け、一回聞け、あ、分かった分かった、オッケーオッケー、ちょっと待って、痛い痛い、不便痛い、一回聞け、一回痛い、一回聞け、一回聞け、一回聞け、うわ、殴っとるやん、目が冴えましたか。あ、先生、ストレスとちょっとした疲労ですな。あとお酒もちょっと飲みすぎですよ。そうですか、すいません。それではオペを始める。メスを使わない簡単なオペです。失敗でもしない限り入院もしないで今日歩いて帰れますよ。では先生、よろしくお願いします。おや、それではオペを始めます。メス、痛かったら言ってくださいね。痛いです。1週間程度の入院になります。あいつめ、次の手術はアメリカからメイが来てくださいます。安心してください。All right, let's begin the operation. This is a very easy operation. I will not use a scalp, and if everything goes well, you'll be able to walk today, I think. Oh, yeah? No miss?Yes. Oh, thank you. Let's begin the operation, miss. さらにあと1週間だけ入院することになりました。なる。あの、
先週と今日手術してくださった先生は本当に優秀なんですか？今日アメリカから来た先生は優秀な脱毛クリニックの先生です。キモすぎ。とにかく安静な1週間を過ごしましょう。お前ら、はい、はい、せっかくやお前 OB3 人が来てくれてんねんから、お前な、アドバイス聞きに行くのにないか、おい。せっかく来週の試合で勝ったらオフ作ったるのに。僕に1週間打撃を教えてください。強くなりたいんです。すごい迫力ですね。これが日本一のチーム。こっちはオフがかかり1週間、長谷部さん、折崎さん、襟沢先輩に特訓してもらった3人がいる。これは全国トップレベルの試合になりそうやな。相変わらず試合前は怖いか、西山。はい、いつまでたってもなりません。大丈夫だ、俺が保証する。今の学生野球にお前の球を打てるやつなんかいない。お前よりすごい選手なんていない。はい。前より余裕ですごいな。なる。くっそ、やっぱ投手があかんな。あー、せやな。俺らが守備頑張る人も限界あるで。クソ雑魚投手チームやからな。ローメ中なる。サッカー部からいいピッチャーおらんからな。ゼロ人やそれ。なる。もうごめん監督。はい。ピッチャー大事っすよ。今残ってるピッチャーが、お前ら3人か。次誰でいくかやで。大事やな。お前、決める番は何？カーブです。うん、どんぐらい曲がるの？いや、曲がりはしないです。ララル。お前は、決める番は何？フォークです。どんぐらい落ちるの？いや、落ちはしないです。ララル。落ちはしないか。お前は、決める番は何？いや、と決めたことないです。なんやそれ。まずいっすよ監督、残ってるピッチャーこの3人だけっすよ。そうやな。まあピッチャーやったらあるけど言うてね。しばきますよ。ごめん。もうお前投げる。高校の時やってたよ。いや無理無理無理、フランクエグいわ。いや、無理？頼む！もしそれで勝ったら、オフ2連休にするから！打たれる気がしねえ。はい、オッケー、はいはい、入って、入って。はいはい、お願いします。お願いします。はい、この部屋、お前ら布団敷いて、ここで寝泊まりしたらいいからな。うん、そんな感じや。奥さん、奥って実家じゃなくて、あれよ、帰らした。うん、通わしくするか出ていけっつって。うん、でお前気にせんと使ったらいいから。オッケー。うん、で、早速ちょっと先生が日頃からやっちゅる生活のリズムでやっちゅる解放の心得、
それをやっていこうか、うん、まず今日覚えて、で明日からやっていくって感じで、うん、まあ、ルーチンやな、いわゆる。ただ荷物の上置いて、準備を。はい、はい、はい、じゃあこれを持ってね、毎朝挨拶をするから。なるなる、わかるな、詩は一つないように、保管しとけ、詩は一つが煩悩の数、そう思え、大事な、よし、はい、ありがとう、解放でした。いい太さ、いい厚み、うん、うん、おいしい、うん、うん、おかずは基本これですか、唐揚げとかは。なんでな、お前ら、そのままあらへんよ。やっぱこうやってな、あの、精神料理食べないか、マッチね、日本で心を強くしていきたいなら精神料理や、わかるか、うん、先生はそうやって心を育ててるよ。食事から精神料理をしっかりと蓄えていく、うん、お前そもそもあれやろ、日本語の間違いしたわけや、うん、試合会場間違えるなんてな、うん、それじゃダメ。そういう時はこうやって精神料理を食べる、うん、先生みたいにこうやって精神料理を食べてたら日本語の間違いしないもん、わかるか、意識しろ、食べ、うん、おいしいよ、うん、おいしい、パリパリ、おいしい、うん、精進料理ですね。なる、あ、いた、あ、なに、いや、解放できるの集中してなかったんで、いや、あの、解放のリズム締めついてなかったんで、準備しろ、はい、はい、よいしょ、失礼します。おかずは毎回おかずだけ一品変更するとか。嘘だろー。でも一品だけ、その毎回一品だけとかでもいいかもしれんけどね、うん、ただそのなんか好きなもの食べるとかは甘えちょるから、なんかルール決めてやるとか、なんかそんなんでもいいんちゃうかなと思うけど、それは全然甘えと思うけどな。ルールってどんなルールですか。まあそれはなんか例えばなんやろな、まあ、しりとりで例えばじゃあ次のおかずたくわんやからとか。あ、素晴らしい、お疲れ様です。で今日あれ女子マネージャー2人来るらしいですよ。ガチ、よしよしよし、そうか、はい、そうか、ちゃいますって、やっぱポスターのせいですよあれ。てか監督、え、部内恋愛ありっすよね。うめぇ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 、考えといてるわ、頼みますよ、マジで。まだ毛が出てる。あ、来ました来ました来ました。行ってきます。
します。よろしくお願いします。ありがとう来てくれて。ポスター新しいの見てくれた？あ、そうです。なんかもともと行きたかったんですけど、なんか前のポスター怖くて。ほらだからね。そうっすじゃん。でもめっちゃ笑いました。いる？え、あれもうないんですか？あ、あるよ。見る？え、見ていいですか？うん、ちょっと待って。言うとけ。え、ありがとうございます。うん、ナイスキャットです。なるこれ、ね、禁止なるこれ、ね、禁止なるあ、まあそうか。ありがとうございます。いやでもやっぱさ、野球部ってかっこよくない？うん、どういう人がいい？やっぱ野球部らしく短髪の人かな。うん、でも髪長くて野球もできるみたいなかっこよくない？あ、本気出したらすごいみたいな。あ、確かに。やっぱ髪長い方がいいか。うん、でもさ、意外とヤンキーみたいなのもよくない？野球部やけどヤンキーみたいな。え、わかる。それ一番好きかも。うん、でも、うん、ヤンキーで言うとおじさんのヤンキーとかめっちゃかっこいいかも。それ野球部の監督がヤンキーとか惚れてしまうかも。いや、まあでもそれはキモい。確かに。ピース。おお。ピース。え、翔太くんたちの。いや、そうなんや。びっくりした。よしよしよし。いや、ほんまやで。あれ白井は？あ、白井、まあ、なんか、左膝も…そう、お前、何してんの？何してんの？なんか、代わりに一人呼ぶって言ってた。あ、そうなんや。乾杯！乾杯！よし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 。いや、ほんまそれやで。いや、な、ほんまに。マジそう、マジでそう。野球部楽しそうやけど。え、なんも楽しくない。なんも楽しくない。マジで終わってんだよ、監督不在で。ほんまに楽しくない。ちょっと自分が好きやからさ、全員幸せに。そうそうそう。え、ガチガチ。絶対全員やねんって。もう連帯責任でした、ほんま。あ、失礼様来られました。え、おい、誰や誰や、おい。すいません、すいません、気持ち悪いね。いや、せっかくの前で。お得な決まりは、ちょっとお仕事でね。え、ちょ、乾杯！マジでさ、マジでみんな可愛いよな。可愛い。マジで可愛い。そうそうそう。可愛い。綺麗綺麗。三人もイケイケやね。いい。そんなことないよ。マジで。あ、よりはいつから仲いいのこれ？でもさ、やっぱりさ、野球部ってモテるんじゃん。全然モテマジで。そんなに。てかさ、でもさ、4人はいつから仲いいの？1年生。最初のクラス、そう、一緒やねん。いいな、それ一番いいやつやね、最初の仲良いって。どんな人がタイプなの？あ、いいじゃん、聞いちゃいましょう、聞いちゃいましょう。クイズ見していい？あ、いやいやいや、いいね、いいね、いいね。じゃあ、はい、私のタイプはどんな人でしょう？はい、どんな人？はい、はい、ひなくん。多分やけど、背高い人好きそう。え、正解です。おー、ほんまに？え、ちょっと待って、10もあるじゃん。あるじゃん、あるじゃん。え、微妙。ちょっと。はい。どんな人好きそう？もう絶対優しい人が好きそう。うん。わかるよ。絶対そう。あ、優しい人っぽい感じ。正解。正解。すげえ。一発やね。やるな。おお。すごい。ね、そんな感じするよね。うん。誰が一番優しい？いや、俺は絶対お前が違う。お前ら、お前が絶対日野たちは絶対。全然俺、全然俺、マジ俺、全然俺、全然俺。一回んだら、ちょっとこの中の男で誰が一番タイプか決めて、女の子一人ずつ、それやる。うん。でも、こんなに3人とも優しそう。まあまあ、そうやな。そうやな。てかさ、相性や、この男の中で誰が一番タイプか。おお、誰誰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 。今チームええ感じやな、お前。なる。なんでお前らみたいなや、自主練サボって合コンに来るようなキャラ、コンキャラがおる、お前。なる。お前が邪魔じゃボケ。うん。何をさっきからちびってんの？なる。ずっと言おうと思ってたけど
お前なんでおんねん。なる。なんか好きなタイプの話入ってきた時、どっちだったのくらいキモかった。なる。顔きしょいな。なる。今合コンええ感じやねん。お前みたいなさ、ジジイはいらん。はっきり言って邪魔。帰る。よし、普通に警察も動くレベルで一緒。なる。ああ、先生帰るから。ああ、まあ、もちろんやけど、ちょっと顔覗きに来ただけやから。ああ、全部冗談やで。ああ帰るね、先生。大丈夫ですか、行きます。平気、分かっちゃうよ、みんなが冗談言ってんのもね。ああ先生も冗談やし、分かっちゃう、こっち。ほな、帰るから。ほな、高校ほんまに参加するわけないやん、先生が。やめてや、お前。ほな、行こうか。行こうかって先生帰るわ。ほな、お前、若い子だけでゆっくりとね、飲みすぎないように気をつけてね。はい、ほなね。ああ、気をつけて。ああ、おはようございます、学園長。おお、今日は確か仕事休みだったよね。ああ、そうですね。ちょっと部活に顔を出してましたが、もう終わって残りは自主練習って感じですね。はい。そうかそうか。もしよかったら今から仕事頼める？なる。すいません、ちょっとちょっと用事がありまして、ちょっと申し訳ないです。私のネットワークやめるなよ。試合くんから聞いたよ。なる。あいつめ貴様の奥さんにバラす。やば。学園長、それはちょっとすいません、本当勘弁してください、申し訳ない。来週お偉いさんが遊びに来るから絶対に行かないとダメなんだ。水族館が好きみたいだから下見に行ってきてくれ。なる。そんな、ちょっと学園長、仕事出てくるから。はい、お願いします。近いよ。はい、失礼します。わあ、めっちゃ可愛い。ほんまやな、可愛いな。女優入れるな。あ、なんか変なグラサンかけた魚おる。なる。今うっとせえ感じやな。今チームええ感じやいうことや。なるなる。なんで怒ってるか分かるかい、先生が。すいません、自主練先生に遊んでたからですか。違うわ。あ、デートがダメってことですかね。違うわ。お前、え、魚には似てへんやろかい。なるなる。似てへんやろか。なるほど。なるほど。ちょっと、浮いといて、あっち。浮いといて。お前、どうせ程度ができへんやろ、お前。先生がサポートしてるわ。任せろ、言うぞ。なる。わあ、でっかい魚いっぱいある。あるなあ、すんごいな。あ、これはね、ブリちゃんやね、ブリちゃん。うん、切り身にすると美味しい。うそだろー。お嬢ちゃんのよ。嘘だろう。なるなる。わあ、こっちは綺麗な魚いっぱいある。めっちゃ綺麗。あれがカレーちゃん、天ぷらするとすごいし、もうサクサクよ。なるなる。行こうか、ちこちこ。わあ、いっぱいある。こっち綺麗やな。綺麗。うわあ、全部おいしそうやな。なんか楽しくない。うめえな、しっかせやべえ。なる。ねえ、ねえ、ねえ、
レッツゴー解放、解放エクステンション、レッツゴー解放。